岡本太郎って、2023、OPS 2.464、2022、OPS 1.242、2021、OPS 1.844、2020対戦なし、2019、OPS 0.930、ロッテに何されたのこの人。33対4の恨み、岡本、小さい頃から阪神ファン、2005年時点の岡本9歳。それは草、ここまで連続だとなんかちゃんと理由あるレベルやな。ロッテ絶対殺すまん。これブレイクした年のオープン戦で2本ホームラン打ってた気がする。岡本ロッテキラーすぎるだろ。ロッテキラーというかゾゾマリン好きだよなこいつ。ロッテにいたらマリンで20発打ってそう。これロッテに所属してたら落ち合いになってたやろ。ロッテに相性良すぎるね。毎年2、3本打ってる。一昨年は3打席連続、去年は佐々木打ち。ロッテ毎回芝居てんな。岡本かけるロッテは完璧なホームラン生まれがち。阪神中日相手にもこれぐらい打てや。千葉ロッテマリーンズは岡本和真選手の三冠王を応援しています。ロッテ苦手だった巨人が近年戦えてるのこいつのおかげやろ。ロッテのユニフォーム着てたらバウアーでもボコボコにできるわ。痩せて正解やったな。 WBC で見直したわ。つなぎの打撃もできるし、メジャーで通用しそう。メジャーでは無理ちゃうか。通算打率3割で選球眼良くて出塁率4割近くないと。 WBC で無理に打ちに行かないでいいことを学んだ模様。 WBC で本物と証明されたからな。他とすごい差をつけちゃったわな。なんで急にサード失格の楽園押されてるんや。岡本和真、三塁スタメン、OPS 0.837、一塁スタメン、OPS 1.205。 定期的にレジェンド級の打者を輩出する巨人ってすごくね。すごいのに巨人ファンから全然人気ない不思議。